ミキ、マコ、俺ら、パンパラパン、チー。なんと小島マコちゃんが俺らのチャンネルに来てくれました。私が先に YouTube を始めてて、ミキが YouTube 始めたっていうことで LINE をくれて、そうそう、コラボしてもらえないっていいよっていうふうにやったんですけど、うちのチャンネルでは見ないようなものがすごいいっぱいすでに置いてあって怖いですけど。確かにマコのチャンネルとは全然メイクとかバッグの中身とかありますけど、まあ、こちらのチャンネルはそんな可愛らしいことはしないので、ね、幼なあちゃんと3人で八十四って言われてたんですけど、内心ずっとマコのチャンネルはセンターだろうってずっと思っててなんでよ、そんなこと一回も言わなかったじゃん。真ん中に立ちたいんだよね、どうしても。昔思ってた気持ちを半分勝負で、今回どんな罰ゲームか分かんないけど、勝てばいいでしょ。そう、まず1本目はじゃーん、ロシアルーレットでーす。骨6個あるの、1回だけ針が出る。なのでこれをね、こうやってちゃってって当たったら負けない。最初はグーじゃけんぽい。はい、意気込みはですね、やっぱり AKB 時代、まあ、約6年ほどマコにセンターを取られ続け、どうしてもセンターに立ちたい、真ん中に立ちたいということで、この3本勝負で勝って、私の本当の場所に戻りたいと思います。倒してやるぞまあ別にもうお互い卒業したから何言ってんだって感じなんですけど、まあとりあえず負けないように、罰ゲームしたくないので負けないように頑張りたいと思います。いきます。次取った勝った方はなんと1000本